やろうたらよぞとしめぞ虫眼鏡だ。皆さん投稿内の動画よく見てると思うんですけど、たまにおすすめ欄に虫眼鏡なんとか集みたいな、幸福絶倒しばゆううんちゃらかんちゃら集みたいな、投稿用やの動画のなんかおもろいところをつなげました的な動画出てきませんか？あります。よく見ますよ、ね、なんかやっぱりあの動画好きな人がきっとやってくれてると思うんで、なんか愛を感じてですね、あれでお金を稼ぎ始めるとちょっとあの運にね消されてしまうので、それはあのルール違反なんですけど、まあそうじゃなければ別にいいよ、僕たちも楽しんでるしっていうスタンスじゃないですか。ただですね、あれは二次創作じゃないですか、一話がね。いやいや、我々が本家ですよ。まあそうですね、10日前ですから。ということなんで、実際にやってる僕たちからしたら、こういう週がね、もっと見たいんだよねみたいなのあるでしょ。まあ今ある週、結構無難というか、誰々の面白週みたいな。そうですね、こういう見方あるんだよっていうね。で、今回はですね、まあ1分くらいのものを作っていただきました。で、この4人が作ってきた何々週を見てですね、いや、これはちょっとあるぞと思ったやつは、僕は責任を持って1本にします。カンパケして、カンパケして、まあエンディング後にちゃんとね、結構大変、大丈夫作ってるとさ、なんかめっちゃ見ちゃうのかった動画。めっちゃ見ちゃう。ここまで本当に。思った思っちゃった。本当一個のさ、一瞬だけの期待でさえのに、それだけで僕何分とか見ちゃうのかった動画。ガガガガガガ。シャッてする。今日のこの動画の入りを、まあ、俺が説明するとするじゃん。そうするとですよ、まあ、動画がなんとか集っていうね、そのまあ面白いとか集めたシーンとかいろんな動画が上がってるわけですよ。ってことは、それ作ってくれた人は、まあ、視聴者さんであり、東海オンエアの動画よく見てて、東海オンエアに詳しいと。ってことは、東海オンエアの方が、まあ、東海オンエアに詳しいんだから、俺らも丸々集が作れるんじゃないかと。でもですよ、丸々普通に面白集とか作ってたら、それじゃもうね、もう世の中にたくさんあるんで、もうそんな今更いらないってなっちゃうんですよ。はい、この後僕いつも何言いますか？なんて言ってるかな、なんて聞いてなかった話。じゃあ何ね、じゃあ何ね。じゃあちょっと行きますよ、僕の週。なるほどね。うわ、楽しみこれ。あ、なんだろう。これはいい、これはいいぞ。週こちらです。ということでね、今回はなので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 今回僕たちはなので今回はってことで今回はなので今回はなので今回はってことで今回はですね、今回はなので今回はなので今回なので今回ねなので今回はなので今回はなので今回なので今回ですね、なので今回はなので今回ですね、なので今回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 はなので今回は今回ですね、今回ですね、なので今回なので今回はなので今回ねなので今回ですね、なので今回はなので今回はあ、いいですね。でした。おお。自分でなんか不意に編集してて、多分俺4年目ぐらい、なんだかここ1年の間に気づいたことがあって、めちゃくちゃということで今回はですねっていうな。なんだかで編集しながら持ってるよ。でじゃあこれ言ったから、よしこれでもうオープニング終わった。なるほど。いわゆる決めのセリフというかね、編集点というか。気づかずにそれが生まれてたみたいなやってる。ということで今回はなので今回はということで今回はですねなので今回ですね。この4つを絶対なんか言ってるわけです。やろうとしたのは。てっちゃん、咳払い臭だと思ってた。それ見たいわ。咳払い臭ね、たぶんあれ今いい、今いい。なかなかニッチな目線でございます、ね、絶対作んなよ。確かにいいな。おもろいかってやったらおもろかない。私はそうなんだよ、ね、私はニヤニヤするけど、ね、俺、めっちゃ近くて、おうこんな気づいたらやってましたみたいな感じ、うん、で、てっちゃん、癖があんな人にはその何かを発表する時のデデーンとかデーンとか、うん、なるほど、そういう発表の時のあれを集めていく。あ、なるほどね。はいはいはい、まだね、ちょっとそれ見ましょうか。はい、まずこちらです。はい、僕はこちらでございます。デデーン、今回こちらドドンデデーン、良いの良いこちらでございます。デーンオラはい、こちらです。デーンとこちらができました。デデーン、俺がドン京で見えるかこちら、デデン、こちらを書いてきました。デデン、こちら、デデン、デデン、けどなんとこちら、デデン、デデン、 YouTuber こちら、デデン、こちら、デデン。あー、なるほどね。めっちゃ恥ずかしいけど、なんかめっちゃ恥ずかしい。デデン、ドン集ですね。初期は行ってないんだよね。あー、だそもそも企画がないから、そういう。まあそうね、普通にこのカメラがしない人に向かってさ、カメラの前に喋らせてさ、あ、僕のやつこれなんですよ、デデンって言うわけないじゃん。 YouTube 力っていうものが垣間見えるデデンって。ベストオブデンはやっぱヒカキンさんベストオブデン、あれもう気合入りすぎてね。食べてるもんね。食べてる。なるほどね、まあ、そういう、まあ本当一部分切り出し系なわけですね。うん、下りじゃなくてね。
僕のそう考えるとちょっとキメえわ、ちょっと変わったやつになりますね、さらに。ほう、今の結構変わってない。でもこれはこれを見てちょっと改めて欲しい人がいるんで。うわ、なんか怖いな。怖い。フェイシューとかあるよね。ね、虹眼鏡特別集もあるしな。多分トシミツの話聞いてないしね。ね、当てなあるし。何なの。3番目ぐらいで、あ、これのことだってなると思います。はいはいはい、はい、それでは行かせていきます。はいはい、僕のフェイシューこちらです。問題です。はいはい、ゆめまるくんの文集寄せ書きで、もしも1億円があったら。第1問こちらです。たった一つ美味しいラーメンを食べることができる。はい、とってもいい問題になった。日本語一番俺がおかしいなと思うの。分かった。ギリギリ言うかね。疲れてます。おぉ、ひなびだ。ひなびだ。今日はもう遅い。ひなびだ。今日10時過ぎてる仕事はもうめっちゃ早い。学校ですね。あー、どうやった。100-0でやってる。この回数だった。この回数だった。この回数だった。2個目の選択肢が47。カットが入り口にくしゃみしてください。どうする。エンタさんからお願いします。はい。なんで今のタイプなぁ。ニュンってやってお願いします。そんなだっすよね。プロ以上しちゃうなぁ。何じゃん。何じゃん。してない。クイーン。この中でメモが進化してるの長いな。上がりだ。ネタバレ。上がりだ。上がりだ。伝わんないものでやる。上がってろ。上がったじゃない。上がったじゃない。いや、待って待って。すごい。強い。ラメラメなのに大丈夫。しばらく携帯で撮って、事前に送ってもらった。気づいてない俺。18時30分。俺気づいてない。やられてる、やられてるよ。うわ、めっちゃ見てるや。あー、いい。ちょっと、どうあなたのことですよ。ちょっと一番よくにもう一回見せてください。今のやつ。いや、これは俺の癖っての知ってるでしょ。ここの陣中の匂いを嗅ぐっていうの。なんで陣中か匂うのお前。陣中嗅げるんだよ。いや、本当にうるさいすぎるからやめた方がいい。何臭なのこれ。こんなに広いと漫画ったらいいんだから。あ、そうなんだ。あ、そうなの。僕もちょっと下り。ああ、下り系ね。下りが欲しい。まあ、なんていうの、これは YouTube 慣れてるがゆえじゃん。むしろ僕が持ってきたのは YouTuber だったことを一瞬忘れちゃった瞬間みたいな。おお、本当に一瞬、おい、どうすればいいんだってなっちゃった瞬間のやつを持ってきたんで、はい、まあ、これ一回見てください。はい、うん、こちらです、どうぞ。あ、ちょっと待って。ちょっとみんなごめん、ちょっと待って、カツオブして。ちょっと待って。ちょっとカツオブして。せーの。なんだ。なんだこりゃ。こちらです。というわけで一応で揃いましてですね、まあ、我々楽しかったんですけど、うん、この中の一つはですね、カンパケしたいと思うんです。どうします？どうやって言えようね。むずっ。割り振り決めてもらう？
じゃあ、聞いてみますか。山内さん。山内さんです。ふっきり今出てた4つの週の中で、完全版みたいなものはどうでした？面白いなと思ったのは、柴井さんの顔。じゃあ、探すのが無理だな。あの時これしてたなんかないから、ね、全部見たから急にやるからね、この辺はなんか決まってるからね、場所が。うん、というわけで、じゃあ一旦あの本編はここで終わりということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。モニターがあるじゃないですか。フォームが出てるわけですよ。スマホみたいな。ね。おお、いいですね。あ、僕今までの4回 ?5 回か。1回、あれがどれくらいで死ぬんじゃないかっていうのを予想とか。1個目、学校ですね。じゃあ、寮から。はい。寮から急に。え、偏らせるゲームじゃないんだよ、これは。2個目の選択肢が47文字オーバーします。いやー、はい、歯磨き中にくしゃみしたくなったらどうする？なんで飽きるんだね。重そうな何かが入ってるけどちっちゃいね。夢丸くんの文集寄せ書きで、もしも1億円があったらというページがありました。あーなんか藤見さんはエンターテイナーですからね。そうです、お願いしますよ。で、そのコーナーの前で見たけど、いいしょうもないチンチンだよ。うわー、誰かこの中の一人は失敗してやる。いや、芝居牛っす。直前の何らかのゲームの勝者を敗者とすることができる。めっちゃ迷うこれ。いや待って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 、ちょっと待ってって。新しいジャムを皆さん作ってきて、哲也君に持ち寄ってきたので、早速調理工程の VTR を前に出していきたいと思います。はい、大技でございます。おー、はい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 、一番簡単になってないですかこれ。ギリギリでしたよ、いろいろと。あれ、あいつもお世話になってます。じゃあ僕らの下げんの森坂は、はい、こちらです。ごめんなさい、突っ込み忘れてることがあったんで、一回今までに突っ込んでいっていいですか。はい、じゃあいきますね。はい、はい、こちらです。分かんなくて、うん、イベマルが細穴っていう単語を聞いたことがあるみたいな。ほう、うん、なんかまあちっちゃい穴みたいなね、うん、穴のことだみたいになって、穴って噛めないじゃん、やっても無駄みたいな。噛めない噛めない、やっても無駄ですよみたいな、そういう意味だと思うんですよ。ちょっと見てもらっていいですか。はい、動画作ろうとして面白いことやってんじゃないのか、二人とも。逆にいいっすか、逆にいいっすか、こっちから見ない。逆に、なんで逆に分かんないです。どういう逆？いや、なんか踊らないよ、ジョン。お、えぇ、いきますね。はい、こちらです。はい、危なっかしいでしょ。そこでそんなことしたら危ないよっていう。娘のマジで一応だな、マジで何見てたの。何十年多分進化をそんなにしていない。その中で目まぐるしく進化しているもの、それは屋台なわけですよ。不思議ですね、この光景は。ゼゼも頼みますよ、任してくださいよ、最後ですからね。ってことでどうでしたか。まあまあまあ、でもいろんなね可能性見せてもらいましたよ、うん、この中から僕選ぶいいんですか。挨拶から行くの長いな。多分だけど、こことここの戦いになる気がする。構図的にシーザーサラダって名前だからね。シーザードレッシングかかってるしね、出したもんね、君ね。まあかもしれないなぐらいの、職人型のクッションと。これはむずいよ。いやでもなんか直感でちょっと来たわ。で、一応これがあるんだ、うん。南米の人が使う串を口に加えながらクラッカーを鳴らす瞬間って何。なるほどね。ちょっと僕ないな、そう言われると。そう、確かに確かに。これマジであるぞ。はい、偽物です。あー、はい、そうだそうだ、それはいいんだよもう。ちょっと待って、ちょっと待って。うっさくな。はい、真剣な答え、バームクーヘン。面白答え、ヘッドホンの耳。じゃあ答え確認しますか。はい、私は重大なミスをしてしまった。え、ミス。この箱とこの時計、本来ここにあってならないもの。え、これを置いてってしまったばっかりに、貴様らはクリアできたと言える。何、いや、勝てる。これはね、頼みますよ、勝っていただかないと。何それ、何その、勝っていただかないと。食えるか食えないかっていうのめっちゃ大事なんですよ、うん、じゃあ柴井さん見せてあげてください。あれだろ。そのコースをね、あのネットに配信できるんですけど、配信するためにはもう早速いきますか。長いからね、多分いけるいけるいける。はい、はい。おお、走ってってダッシュしながら相手にぶん投げて、そのまま通っていく。とってもとっても長かった。超疲れたわ。こちらでございます。タイトルが「雲にかませてみた」。今日はもう遅いよ。いいって、もう今日10時過ぎてるし、僕はもうめっちゃ知らん人が電話かかってくるから、もう今日はいい。水罰ゲームあったりするから。そうだ、もうやめよう。美味しいラーメンを食べることができる。はい、トンチンハンを食いに来る。そうだ。あのピアゴンの中、美味しいラーメン屋さんの知ってます。え、そろそろ、まあ動画もね、終わりに近づいているということで、ついに来ましたよ。来たよ、こんなもん。納品の貸したから。とにかく30秒の3人の1分半の間に、どっちが先にトターンってできるか。おー、プロですので、
なんかいい勝負しようかなとか思わずに、ありがとうございます。火ついてきた。あっちは守りを固めている。逃げをもらった。いけー。大丈夫、うん、助けいるって聞かれた時に大丈夫ですって言うとは、まあ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 分かる、あるある、まあ、あるわ、すいません、ちょっとインタビューしてるんですけどいいですか。いや大丈夫です。はぁ、4人なんで4シチュエーションに分かれて大丈夫を、その中で、まあ、大丈夫って何回言えるかっていうのをやってみたので、はい、時期をもうちょっと後ろにしたいですけど、おしゃれなイギリスロンドンテーマです。虫眼鏡のリアーカーのフォローの数だ。虫さんが7種類の変顔を連写で自分で撮って、それを取り切るまでの